本館入り口とシンボルマークの耳づく、戸田市立図書館は、埼玉県戸田市新署に本館が所在する公共図書館である。戸田市が運営する図書館で、新署にある本館と、市内各地に点在する4つの文室で構成されている。貸し出しはカードによる方式で、図書、雑誌、紙芝居なら、原則1人6冊、15日間借りることができる。ビデオテープ DVD。 CD カセットテープレコードなら原則一人三つ、8日間借りることができる。借りることのできる人はに限られる。返却は、館内の返却カウンターか返却ポストで可能。ただし返却ポストでの返却は、図書雑誌のみ可能となる。返却ポストは、本館、文室と、戸田駅、戸田公園駅、北戸田駅にそれぞれ設置されている。 戸田市立図書館のシンボルマークは、ミミズ区のミミちゃんである。これは、ミミズ区が昔から学問の神様として建てつられていたことによる。本館は、新祖に位置し、近くに、戸田市スポーツセンターや埼玉県立、戸田消費高等学校、戸田市立新祖中学校、戸田市立新祖北小学校などの公共施設もある。また、戸田市立郷土博物館も施設内にある。 上戸田文館が置かれている上戸田地域交流センター。上戸田文館は同市内の上戸田地域交流センターの2階に一致しており、2015年9月に上戸田地域交流センターとともにリニューアルをオープンした。戸田市内の図書館で唯一漫画の蔵書がある図書館である。また、開館時間は市内で一番長い。館内には小中学生が グループで利用できるグループ学習室10席、閲覧席14席、新聞閲覧席2席、絵本コーナーがある。下戸田分室が置かれている、東部福祉センター下戸田分室は、同市内の東部福祉センター1階に位置している。分室の中では一番小さい図書館で、貯蔵冊数は約8000冊、そのほとんどが自動書である。三笹分室は、同市内の 西部福祉センター2階に位置している。三笹分室が置かれている、戸田市立西部福祉センター下戸田南分室が置かれている福祉青少年会館下戸田南分室は、同市内の福祉青少年会館3階に位置している。分室の中では唯一、利用者端末機が設置されており、扱う図書の多くが一般書である。戸田公園駅前廃本書は、 同市内の戸田公園駅前行政センター2階に一致している。蔵書は持たず、リクエストした資料の貸し出し、返却が可能、解消時間が他より長い。本館、下戸田分室、三笹分室上戸田分館下、戸田南分室戸田公園駅前廃本書、ありがとうございます。